いどうも。天才 J0529431 と呼ばれている天体。これは、1980年代に見つかったそうだけど、比較的明るい星なので、地球からそう遠くないところにある恒星だろうと、ずっと思われていて、2022年に行われた AI による分類でも、恒星と判定されたよ。ふむ、AI もこの星を普通の恒星だと思ったと。ところが、何があった2023年に、チリのアタカマ砂漠にある、超大型望遠鏡で、詳しく調べたところ、アタカマジャイアントのアタカマ、とてつもなく遠くにある天体であることが、判明したよ。どれくらい遠く?120億光年とのこと。とんでもなく遠いな。120億年前に現地を旅立った光が、地球に届いてたのね。そういうことらしい。で、何か問題でも120億光年も離れていて、こんなに明るく見えるのは、恒星ではありえない、と。では一体何だったの?クエーサーだということになったよ。しかも、知られている中では、宇宙一明るい天体。クエーサーとは?クエーサーは1950年代にはすでに、電波源として観測されていたけど、それが何なのか、近いのか遠いのかもわからなかったよ。それである時は、ホワイトホールなんじゃないかという説も出たけど、ブラックホールの反対で、吐き出し専門の?うむうむ。でも1970年代には、硬着円盤から発せられるエネルギーが元なんじゃないかと、考えられるようになり。硬着円盤とは?何か重い天体に引き寄せられた物質が、その天体の周りを回りながら落ちていくとき、円盤状になったものだよ。この円盤にエネルギーが?うむうむ。たくさんの物質が吸い寄せられて、押し合いへし合いして、圧縮され、高温になって、電磁波が放射されるよ。おしくらまんじゅうで温まりすぎたのね。東京の満員電車も、下手をすると乗客から電磁波出ちゃうね。それはどうかと思うけど。でも、硬着円盤から電磁波が出てくると言っても、クエーサーのような超遠距離から、一定以上の光を届けるということは、元になっている天体が、ものすごい重力を持っているということになるので。ふむ、超おしくらまんじゅうができるほど、周りを引きつけてると。クエーサーの中心は、超大型のブラックホールだろうというのが、有力な説となったよ。ホワイトホール説の真逆に落ち着くとは皮肉な。まあとにかく、超大型のブラックホールが、とんでもない重力で、周りからとんでもない量の物質を引きつけると。うむうむ。そしてその物質が、ブラックホールの周りに硬着円盤を作りつつ、ブラックホールに落ち込んでいくんだけど、そこで超おしくらまんじゅう状態になって、膨大なエネルギーが生まれると。そう考えられているようである。だから、120億光年も離れてる天体なのに、目立って観測できると。そうだねー。硬着円盤では、物質があまりにもぎゅうぎゅう詰めになってるので、質量の 50% をエネルギーに変換してしまうそうな。それは大きいの?広島型原爆ですら、0.7g くらいの質量が、エネルギーに変わっただけなので、この硬着円盤の質量の半分がエネルギーに変わると、もう訳がわからないね。円盤と垂直に何かが吹き出してるけどあれは?宇宙ジェットとか相対論的ジェットと呼ばれるもので、プラズマガスのジェットだそうな。原始星や中性子星でも見られるけど、ブラックホールのジェットが特に有名だよ。ブラックホールは全てのものを吸い込むはずなのに、なんでジェットが出てくるんだろうね。そのメカニズムはよくわからないらしい。ふむ。この写真は、M87 と書いてあるけど。M87 銀河の中心には、太陽の65億倍の質量のブラックホールがあって、こんなすごいジェットが吹き出してるよ。すごいって。ん?左上の写真の線は、4000光年の物差しなのね。つまりジェットが4000光年よりずっと長く伸びてる。光でも4000年以上かかる距離か。M87 のジェットのスピードは、光速の 99% 以上と観測されたよ。さすが M87 光線。そして、M87 の超巨大ブラックホールの、事象の地平面の大きさは、直径400億キロ。単位がキロメートルになって少し安心。事象の地平って、それ以上近づくともう、ブラックホールから逃れられない、っていう距離だっけ?うむうむ。光さえも出てこられなくなる。その半径が400億キロ。地球の直径何個分だ?地球の直径 1.3 万キロとして。地球の直径の300万倍くらいか。うむうむ。とんでもない広さだからもう、ブラックホールの中に入っても気づかないかも。そうだねー。さてこの M87 は、地球から5500万光年なんだけど、
最初に見たこれは、地球から120億光年。宇宙が始まって10億年から20億年くらいの姿か。そんな遠い場所にあるクエーサーなのに、2022年まで近くの恒星かと思われていたほどの明るさ。一体どれほどのエネルギーを。このクエーサーの中心にあるブラックホールの質量は、太陽の170億倍から190億倍と考えられてるよ。太陽20億個が誤差かよ。毎日太陽1個分の質量を吸い込んでるらしい。健康のため、毎日太陽1個飲んでます。大自然の力に比べると人間なんて、とはよく言われるけど、大宇宙の力にさらされると、太陽すら1日で消滅か。その硬着円盤の大きさは、直径7光年にもなり、単位が光年になった。7光年は、キロメートルで言うと ?1 光年がだいたい 9.5 兆キロ。その7倍か。でもピンとこない数字だからいいか。これはこれまでに人類が見つけた硬着円盤の中で最大。そしてこのクエーサーは、最も明るい天体とされているよ。最も明るいって、地球からの見た目が、ではないよね。それはそうだね。120億光年離れていてなお、近くの恒星と間違えられる明るさ。太陽の500兆倍の明るさと推定されたよ。わけがわからないよ。太陽の500兆倍の明るさとか、アルキメデスの熱光線どんだけできるのよ。いや、それはわからないけど。ふむ。近くにあったら夜がなくなりそうだ。でもこれ、120億年前の姿なんだよね。今はどうなっていることやら。さすがにもう、食べるものがなくなって、おとなしくなってるのでは。ああ。それで、近い場所ではこういうものが見つからないのかな。この最大のクエーサーは、120億年前だから周りに食べ物がいっぱいあったけど、今はもうほとんど食べ物がなくなってるんだ。M87 の中心のように、目立った活動が見られる銀河の中心を、活動銀河核と呼ぶけど、中でも FSRQ と呼ばれる、明るく輝くクエーサーは、56億年くらい前から減り始め、それに代わって、より活動性が低い、トカゲ座 BL 型天体と呼ばれる銀河核が増えてきたそうな。BL? 変な想像はしないように。つまり56億年くらい前から、活動銀河さんの食料が不足し始めたと。太陽系ができる前にすでに食料不足と。うむうむ。ひょっとしたら、我らが天の川銀河も、昔は周りの物質を活発に吸い込んで、ジェットブイブイ言わせてたとか?そうかもしれない。ただ現在は、天の川銀河は、低高度活動銀河核に分類されていて、さっきの、トカゲ座 BL 型天体より、さらに暗い銀河核となってるよ。BL よりさらに暗い。天の川銀河の中心にも、大きなブラックホールがあるけど、こっちの硬着円盤の直径は、6000万キロしかないそうな。いや、それでも地球よりも太陽よりもはるかに大きいけど。でもさっきの宇宙で最も明るいクエーサーの、硬着円盤の直径、7光年と比べると、無に等しいな。まあこれが元気だったら、私たちは生まれていないわけだけど。おとなしくしてくれてありがとう。ということで、ちょっと銀河中心殴り込み艦隊に参加してくる。じゃ。宇宙怪獣と戦ってたとは知らなかった。ま、いいか。ということで、皆様、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&高評価、よろしくお願いします。ではでは。